五島市が市の施設を10円で売却したのは違法だとして、地元の市民団体が行った住民監査請求について、市の監査委員は市長に対して、施設の監査評価額と売却額の差額にあたるおよそ168万円を市に支払うよう勧告しました。五島市が去年4月、植物栽培施設を市内の農業法人に随意契約によって10円で売却したのは、必要な手続きを経ておらず違法だとして、地元の市民団体が今年3月に住民監査請求を行っていました。この施設は合併前の旧玉の浦町が整備し、4年前からは今回施設を買い受けた農業法人がマンゴーやパプリカの栽培を行っています。五島市の監査委員が不動産鑑定士に依頼して施設の調査を行ったところ、168万円の鑑定評価額が出されました。これを踏まえ監査委員は、市長は外部の不動産鑑定士に施設の市場価格を聞くなどの検討を行っておらず、著しく低廉な価格で譲渡するだけの特段の事情も認められないとして、施設を10円で売却したことは市長に委ねられた裁量権を逸脱し違法だと判断しました。そして昨日付で五島市の野口市長に対して、施設の鑑定評価額と売却額の差額にあたる167万9990円を市に支払うか、支払わない場合は施設の売却について議会の議決を得るよう勧告しました。勧告について野口市長は NHK の取材に対して、内容を精査しているため現時点でのコメントは差し控えるとしています。